皆さん、こんにちは。ホロニクスグループ医療法人医誠会、医誠会病院情報システム部院内システムエンジニアの高田です。私は情報ネットワークの構築、電子カルテシステムの維持・管理を行う情報システム部に所属し、患者さん、ご利用者の方が快適に受診いただけるよう日々システムの点検や調整に取り組んでおります。本日は AI ホスピタル実現に向けた医療デジタルトランスフォーメーションについてご説明いたします。この動画を見ていいねと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。本日お話しする内容です。 1. AI ホスピタルデジタルトランスフォーメーションとは、以後デジタルトランスフォーメーションのことをアルファベットで DX と表します。 2. 最新の医療デジタルトランスフォーメーション。 3. スマートフォンから快適な受診をサポート。この3項目をお話しいたします。それでは 1. AI ホスピタル DX とはからお話しします。まず AI ホスピタルについてお話しします。 AI ホスピタルとは、 AI と呼ばれる人工知能を活用して医療の効率化や医療従事者の負担軽減、また高度で先進的な医療サービスを広く医療現場で提供できることを目的とした様々な技術やサービスの開発を行う一連のプロジェクトのことを指します。この AI ホスピタルを実現するために、今回お話しする医療 DX が重要となってきます。 DX、 デジタルトランスフォーメーションを日本語に訳すと、デジタル技術による変革という意味になります。 DX の意義は様々ありますが、簡単に言うとデジタル技術を活用して社会や生活をよりよく変革していくということになります。ここで質問です。 DX、 デジタルトランスフォーメーションに当てはまるのはどれでしょう。 1. スマート家電、 2. テレワーク、 3. セルフレジ、 4. フードデリバリーサービス、 5. 電子カルテ。それではお答えください。正解はすべてです。DX とは、デジタル技術を活用することにより、ビジネスや社会生活の形を大きく変えるものです。DX と聞くと難しく感じるかもしれませんが、私たちの身近に使われているものは多いです。そして、電子カルテの導入など、医療分野でも DX が活用されています。医療 DX とは、医療分野におけるデジタル変革であり、医療業界や各医療機関が抱えている課題の解決や目標の達成に向けてデジタル技術を活用し変革していくことを指します。医療 DX として最新の医療システム、薬剤や検体を運ぶ業務軽減搬送ロボット、RPA と呼ばれるパソコンで行っている事務作業の自動化などを駆使することで、正確な診断や治療を提供し、円滑な病院の運営を行います。続いて、2.最新の医療 DX についてお話しします。最新の医療 DX として、ロボット支援手術についてお話しします。こちらは、内視鏡手術支援ロボットです。内視鏡手術とは、患者さんのお腹に小さな穴を数箇所開け、そこに内視鏡や器具を挿入して手術を行うことです。従来の内視鏡手術と同じく、お腹に小さな穴を開け、手術器具を取り付けたロボットアームと内視鏡を挿入します。これまで内視鏡手術では 2D モニターを見ながらの手術でしたが、 3D の立体的な画像を見ながら精密な手術が行えます。これは医師のサポートに役立ち、複雑な作業も可能にし、より安全な手術を提供できるため、患者さんにとっても体への負担が少ない手術を受けられるようになります。こちらは人工膝関節置換手術支援ロボットです。変形性膝関節症、関節リウマチ、スポーツや怪我による後遺症などでは、傷んで変形した関節の表面を取り除いて人工関節に置き換え、痛みを軽減します。人工膝関節に置き換える手術において、このロボットは傷んだ骨を削るために使い、モニターに3次元で骨の切除範囲が表示され、医師が正確に骨を削ることを支援します。人工関節を入れた際の膝の動きも術中にシミュレーションできるため、
人工関節を挿入する際の微妙なバランスの調整が可能となります。こちらは人工股関節置換手術支援ロボットです。人工関節の角度を 1.0 度、 1.0mm といった細かい単位で設定できるほか、両足のバランスのズレを測定が可能な正確なナビゲーション機能で医師をサポートします。次に脊椎手術支援ロボットです。脊椎は頭蓋骨の真下から尾骨に至るまでの背骨の部分です。脊椎が不安定な場合や必要な手術操作のために、上の背骨と下の背骨をスクリューなどで固定して安定させる脊椎固定手術があります。脊椎には動脈、静脈、神経などがあり、スクリューを挿入する位置、角度、深さに高い正確性が求められます。このロボットはネジを挿入する位置や角度を正確に誘導して手術を行う医師を支援します。こちらは自立搬送ロボットホスピーで搬送業務をサポートします。手術現場で医師をサポートするロボットではありませんが、血液検査や尿検査などで使用する検体や薬剤の搬送を行います。病院内を1日に何往復もしてくれるので、看護師、臨床検査技師、薬剤師など医療従事者がそれぞれ専門の業務に集中することができます。左側はロボットホスピートレイルです。カード認証で収納庫を解錠して、行き先はパッチタネルで指示します。右側はホスピーサイネージです。病院内を移動しながら様々な情報を表示して発信します。人、車椅子、障害物などを自動で検知し、減速、停止し、回避しながら安全に走行します。それではホスピーの動く姿を動画でご覧ください。この映像ではパナソニック社の自立搬送ロボットホスピーを紹介させていただきます。ここでは薬品や検体などを運んでいます。 IC カードを利用して開閉しますので、セキュリティの確保ができます。行き先もタッチパネルで容易に行えます。移動時は高性能センサーで患者さんや障害物も避けることができます。エレベーターも乗ることができるため、目的地まで人手がかかりません。到着時はライトや PHS に通知します。またモニターで現在位置や運行状況もモニタリングができます。搬送を依頼したいときはパソコン端末から呼び出しをします。別タイプになると医療材料など重さ 60kg まで運ぶことが可能です。職員の負担軽減、安心安全の向上、そしてランニングコストの低減が望めます。以上がホスピーの紹介映像です。新病院ではホスピーとすれ違う日が来るかもしれませんね。動画はいかがでしたでしょうか。これまで病院で医療従事者が利用している医療 DX についてお話ししました。これからは患者さんが利用できる医療 DX についてお話ししていきます。それでは3、スマートフォンから快適な受診をサポートについてお話しします。今やスマートフォンは多くの方が使用しています。医療の世界においてもスマートフォンを利用できる場面が多くなりました。医誠会国際総合病院では予約は電話からウェブ予約へ、紙に記入していただく問診はウェブ問診へ、診察券は持ち歩かずスマートフォンを利用したモバイル診察券など、専用アプリを入れていただくだけで受診予約から医療費の支払いまで、すべてスマートフォン1台で完結するサービスを提供します。皆さんは病院やクリニックを受診した際にこんな経験はありませんか？仕事が忙しくて病院の予約受付時間に電話をかけられない、電話をしても忙しい時間帯だとなかなかつながらない、電話をかける前だといつ予約が空いているのか確認できない、診察の際も何人待ちかわからない、診察が終わっても会計するまで待たなければいけないなど、病院では待ち時間がいろいろな場面で発生しています。
これらをデジタルサービスを使うことにより、すべて解決することができます。このようにスマホ1台で自宅からウェブ予約、事前にウェブ問診の手続きを済ませ、LINE 後、診察を受け、支払いは自動決済が行われ、診察後はすぐに帰宅できるようになります。デジタルサービスを利用すれば、待ち時間が発生する場面をスムーズにつなぎ、ストレスの少ない快適な時間を実現します。ここで、先ほど紹介した便利な機能を具体的に紹介いたします。予約について、医療機関の受付時間外でも、いつでも好きな時にウェブからできます。いつ予約が空いているか、アプリからすぐわかるので、電話での予約の煩わしさがなくなります。診察の際も、順番待ちの状況を確認することができますので、病院の外にいながらでもチェックできます。また、家族の受診もアプリで一括で管理することができるようになります。スマホが診察券となりますので、紙の診察券を持ち歩くことも不要となります。これにより、急な診察にも対応できます。これらは、2013年10月開院の医誠会国際総合病院でもご利用いただけます。本日のまとめです。医療 DX は治療を提供する側も患者さんにとってもメリットがあり、受診を最初から最後までサポートします。医療の質を確保し、医療従事者の負担軽減、作業の効率化を実現すること、これが AI ホスピタルです。ホロニクスグループでは AI ホスピタルによってペイシェントファーストの実現を目指します。それではご質問、感想、要望コーナーに移ります。早速ご質問ありがとうございます。アプリを使ったウェブ診療予約では自分だけでなく子供の予約もできますか？という質問をいただきました。はい。ご自身だけでなくお子さんや高齢のご両親などご家族の受診予約も行っていただけます。ご家族の診察券をアプリ内で一括管理できるため人数分持ち歩く必要もなく領収書もアプリからご確認いただけます。次の質問です。アプリを使用して医療費の自動決済を行う場合、登録で用意するものはありますか？という質問をいただきました。はい。こちらはクレジットカードをご登録していただく必要がございます。初回に登録していただければ、その後の手続きは不要となります。次の質問です。医誠会国際総合病院では紙の診察券は使えなくなるのですか？という質問をいただきました。モバイル診察券だけではなく、従来のようにカード式の診察券もご用意しておりますので、これまで通り予約や診察を受けていただくことが可能です。また、スマートフォンなど機械が苦手という方のためにサポートを行いますので、安心してご来院ください。それでは、お時間になりましたので、このあたりで質問コーナーを終了させていただきます。質問をお寄せいただいた皆様、ありがとうございました。本日のお話した内容が、皆様の日々の健康に役立つ情報であれば幸いです。この動画を見ていいねと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。本日はご参加くださりありがとうございました。ホロニクスグループからのお知らせです。医療法人医誠会は2023年10月1日、医療と劇場と AI とを事業コンセプトに、医療複合施設アイモールを大阪市北区扇町に開設します。中核となる医誠会国際総合病院560床は、急性期医療、先進医療、先進医療を提供します。大阪都心で国際医療ツーリズムにも対応した AI ホスピタルです。医療複合施設アイモール内には劇場、扇町、ミュージアムキューブ、ファミリーマート、タッチトゥーゴー、異業種交流、異文化交流多目的カフェ、さくらテラス、24時間フィットネス、メディカルフィットネス24、さくら保育園、さくら病児・病後児保育園、バイリンガル保育園、キンダーキッズ、展示スペース・創造空間、都市用法などを備え、新たな健康文化の発信基地として新しい時代をリードします。
詳細に関しては YouTube の概要欄のリンクからご覧ください。シルクセリシン配合の基礎化粧品セリサススキンをぜひお試しください。